はい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 、皆さんこんにちは、都の城乗り物チャンネルでございます。本日は2024年1月の、8日8日ですね、成人の日になっております。で、私は現在ですね、JR 九州宮崎駅におります。で、今日は何をするかというか言うとですね、宮崎駅からですね、宮崎空港まで移動する交通手段なんですけど、通常はですね、JR で行く方法が、あるんですけどね、それと別にですね、都バス、バスで行く方法もあるんですね。で、これですね、時間的には圧倒的に JR の方が有利なんですけど、どうしてバスがね、存在しているのかということをですね、ちょっと両方乗り比べて検証したいなと思っております。現在時間が10時45分ぐらいなんですけど、あと10分後にですね、宮崎行き発のですね、宮崎空港行きの列車が出ますので、ちょっとそれに乗ってまず電車の方をですね、検証していきたいと思います。それではよろしくお願いします。ちょっとまた入ります。九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点宮崎空港、宮崎空港です。開くドアと足元にご注意ください。列車とホームの隙間に特にご注意ください。はい、ということでですね、普通列車宮崎空港行き、ラッキーだったことに特急型の 787系のね、電車だったですけど、これ折り返し特急ヒューガーになるということでですね、時間は正確に言うと11時12分到着ですね。13分使用時間がかかったということですね。はい、ということでですね、宮崎駅、からですね、宮崎空港駅まで来ましてですね、この後今度は宮崎空港からですね、宮崎駅方面に行くバスに乗ってですね、どのくらい時間かかるか試してみたいと思います。時刻表ではですね、あと10分後ぐらい、11時、20分ぐらいにバスがありますんで、だいたい所要時間がね、時間的にはだいたい30分弱ぐらいかかるということで、これがね、お値段もですね、鉄道、お値段も鉄道の方が安かったのかな、11時24分というのがありますね。で、この11時、24分のバスに乗っていきたいと思います。値段がですね、宮崎駅までですね490円ですね。時間がね、ヤフー乗り換えとかなので見ると28分とか29分とかそのくらいで到着するんですけど、バスだからですね、交通事情があると思いますんで、その辺をね、正確にちょっと見てみたいと思います。宮崎駅はですね、バスの場合だいたい1時間に最低1本あります。
多い時間帯はですね、2本とか3本とかね、あるところもありますんで、乗る機会的にはですね、バスの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。ということで、私の乗るバスがやってきましたので、これに乗りたいと思います。バイバスという宮崎駅に、バス長岡駅となります。ご用意する2分の1分の1、宮崎駅はい、ということでですね、まずは宮崎駅からですね、JR で宮崎空港駅まで行ったんですが、所要時間はですね、12分、の時刻表通りで行くとですね、11分なんですけど、12分だったと思います。はい、で、宮崎空港から宮崎駅まで、宮古バスで行ったんですが、こちらの方はですね、時間がですね、ちょうどだいたい倍ですね、22分かかりましたね。ということで、意外とですね、バス検討してるかなみたいな感じだったんですけど、ただね、何分ね、お値段がね、ちょっと高いんですよ、490円。だからもう直接、宮崎空港から宮崎駅まで行くという方は JR 利用した方がいいと思うんですけど、途中の宮古シティだとかですね、あと橘通りとか、そっちの方に行きたいなという方はですね、バスの方が便利なのかなと思いましたね。ちょうど今時間がですね、ちょうど12時前ぐらいになりましたんで、ちょっと今から昼食取ってですね、今度は、逆のパターンですね、宮崎駅から宮崎空港、宮崎空港からですね、宮崎駅まで JR で行って、またちょっとね、その様子をちょっと検証したいなと思います。今からの予定なんですけど、予定というか、ですね、とりあえず2時の、西都城駅行きのバスに乗ってですね、それで宮崎空港まで行きたいと思います。あとは宮崎駅から、出ているですね、バスは日南のですね、帯というところがあるんですけど、そこ行きのバスがですね、だいたい宮崎空港に寄るような感じなんですけど、バスは相対的に、もう全体的にですね、本数が少ないです。バスは本数少なくてですね、昔は都城行きの特急バスとかなんて1時間に1本あったんですけど、昼はですね、もう全然ない、設定がない日とかもあるんですよね。コロナの影響で減便されて、コロナが終わってもですね、そのまま回復してないということですね。なんかね、運転手さんがいないとかね、そういう事情らしいですけどね。今現在時間がですね、まだ1時30分というところですね。あと30分ですね、ちょっと時間を潰して、それから2時の、
西宮古の上行きですね、宮崎空港経由、そのバスに乗って宮崎空港まで移動したいと思います。はいはいはい、ということで宮崎空港に到着しました。今現在時間はですね、14時33分、到着がですね14時31分だったので、だいたい31分ぐらいかかった計算ですかね。午前中にですね、宮崎空港から、午前中に宮崎空港からですね、バスで行った時はですね22分だったんですけど、それよりも8分も長くかかってしまいましたね。これ多分ですね、ちょっと昼からになってちょっと交通量が増えたというのと、あと結構渋滞が多かったからですね、それが原因じゃなかったかなと思いますけどね。鉄道に今から乗ってですね宮崎駅まで帰るんですけど、鉄道はねそんなに、まあ、絶対変わらんですわね、渋滞とか関係ないからですね。そしたらですね最後にですねもう一度鉄道に乗ってですね、今度は宮崎空港から宮崎駅に行きたいと思います。14時38分の延岡行きワンマン普通列車ですね、2両編成、それで行きたいと思います。
はいはいはい、そういうことでですね、先ほど JR で宮崎空港駅からですね宮崎駅まで帰ってきました。まあ、時間はですね10分ぐらいしかかからなかったので、今日はですね午前中に、片道、JR ですねで、空港から片道バスで帰ってきて、午後からですね片道バスで宮崎空港に行き、帰りは JR で帰ってきたんですけど、まあ、JR とバスどっちがいいのって、まあ、結論はですね、まあ、これ私の独断というか私なりの見解ですけどね、宮崎駅から宮崎空港へ向かうときは、JR の方が断然便利です。というのがですね、だいたい1時間に2本ぐらいですね、30分間隔ぐらいで、電車があるので、もう宮崎駅からですね空港までもう直で向かうという方はですね、なるべく JR を利用してください。で、宮崎駅から宮古バスをですね利用する場合というのはどういうケースが考えられるかというと、まあ、例えばバスが経由する立花通りであるとかですね、まあ、宮古シティの方にちょっと寄りたいということであればですね、バスを利用してください。で、宮崎駅から、宮崎空港へ行く宮古バスはあまり本数が多くないです。利用するバスはですね基本的に、都城行くの高速バスが宮崎空港に行きますので、それを利用するか、もしくはですね、帯ですね、日南の帯に行くバスがですね、空港によるものがありますから、その辺はね時刻表とかね、確かめて確認し、事前に確認して乗られた方がよろしいかと思います。宮崎空港から宮崎駅に向かう場合は、宮崎空港から宮崎駅の場合はですね結構バスは本数ございます。なのでまず到着したらですね、これもですねもし鉄道の方が早ければですね鉄道を利用してください。で、鉄道までの待ちが30分以上あってバスの方に早く乗れるという場合はですねバスに乗った方が早く着きます。バスの到着時間がですねだいたい20分ないし20分から30分ってとこなんで、まあ、そういうとこを気をつけていただければですねよろしいかと思います。で、料金面を比べるとですね宮崎駅から宮崎空港まで JR の場合360円、宮古バスの場合490円なので、これね値段的にコスト的にも断然 JR の方が勝ってますので、まあ、その辺がね、まあ、状況に応じて使い分ければよろしいかと思います。まあ、宮崎にね出張とか旅行で来られる方のですね参考になれば幸いです。ということでこの動画は終わりにします。どうもご視聴ありがとうございました。